まずは、いや、それよりも、動くな。あ？聞こえなかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろう。なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ。とっとと歩け。てくれ。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。おお、彼女の知り合いか。それはそれは、うん、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。うん、容赦は無用だな。完全に強い。
け。はい。真面目だけどな。うん、この野郎。はい。はあ。こっちだな。おお。
爪だけどな。はあ、まだまだ。こっちか。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。だろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。沈め。Move!
違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、増援は手配済みだ。残念だな、間に合わない。
エアリス、大丈夫？うん、ありがとう。よかった。ここから出るぞ。なんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、喋った。あ、私とは何か。見ての通り、こういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかける。なあ、レノ、怪我の治療を優先したらどうだ？
でもよ。七番街は放っておくのか。我々に何ができる。そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか。無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく時には返してやらないとな。本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。クラウド、よかった。目覚めた。大丈夫？子供の頃、ここで暮らしたの。